新潟、ボースキー場バイト寮寮は、学校が学生のため、会社が社員のためなどに設置する、多人数の住居である。学生寮、社員寮、職員寮、総寮などのほか、社会福祉政策としての母子寮などもあり、その他に救護施設も、寮という故障のものが多い。法律上は寄宿舎に分類される。共同生活を営む者が多く、 おおむねトイレ、浴場は共同、また食事は、食堂でまかない人がついて提供されることが多い。そうでない場合は、各部屋ごとにバストイレキッチンがあり、自炊が可能である。料費は、市中の不動産仲介業者を通して借りた部屋よりも、格安に設定されている。企業によっては、福利構成の一環として、従業員に量を提供している場合がある。 未婚で一定年齢以下の従業員を対象に、独身寮と呼ばれる建物、施設が設置される場合が多いが、これに準じて単身不妊者を対象とした単身不妊寮が設置されている場合もあり、休日に家族を呼び寄せ可能な構造となっている場合もある。また、独身寮に単身不妊者を居住させる場合もある。この場合、年齢制限は単身不妊者には適用されないのが、 一般的である。寮の設置方法については、当該企業がその敷地内に設置しているものと、民間の不動産会社を通じて借り入れるものがある。前者の場合はまかない人により設備の維持管理が行われ、食事も支給されるところが少なくないが、後者の場合はまかない人がつかないため、設備の維持に関して、企業を通じて交渉する以外、従業員が独自で対応するなど、 賃貸契約、設備保守に伴う費用負担以外は従業員自身で行う。この場合、賃貸料は企業、従業員の接半とする場合が多い。前者の例は近年減少傾向にあり、設備の維持管理が外部委託される例が増えている。給食サービスなどは社員食堂の営業時間変更で対応されることもある。企業が社員寮を設置するのは 主として人材確保や人材の定着、規律や研修などが目的であることが多い。バブル経済崩壊の金融ビッグバンの中で減損会計制度が導入され、多くの大企業は保有している不動産資産や維持コストの削減に迫られ、社員料を売却処分した。製造業派遣などでよく見られる派遣元会社が、 登録派遣社員に対して入居させている量については、通常のアパート、マンションを派遣会社名義で通常の賃貸契約でただ単に借り上げており、敷金、礼金や退出費や更新料も請求され、普通に個人が賃貸をする場合と変わりがない料金である場合が多い。給与水準から見て明らかに、不釣り合いな、高額なマンションが当てがわれても拒否することはできないなど、 居住先に選択の自由はなく、家賃などは、料費と称して強制的に給与から転引きされる。場合によっては相場より高額の家賃が、良費や諸経費の名目として引かれて差額は、派遣会社のマージンとなっており、福利厚生という意味合いとは、かけ離れている場合も多い。突然の、雇い止めなどが生じた場合、即時あるいは1ヶ月程度以内に退去せざるを得ず、 社会問題化している。アメリカでは大学内の寮に居住する生活スタイルをとる学生が多い。特に1年生は寮生活をしている学生が多く、公立4年生大学では新入生の3分の2以上、私立大学では新入生の8割以上が寮での生活を選択している。ありがとうございます。